千言章は、源氏物語の注釈書である。この書名は、先頭の源氏物語を意味するとされている。内容が様々に異なる写本が存在し、表題も、源氏いろは章、源氏物語、いろは聞き書き、源氏秘章、源の語類集など様々なものが存在する。1381年、長慶天皇の作とされる、源氏物語の注釈書である。源氏物語の極訳選について説明を加えたものであるが、それまでの源氏物語のほぼすべての注釈書が奥入りのように、おそらくは写本に書き添えられた注釈が増えてきて、やがて別に閉じられるようになるといった経緯で生み出されてきたこともあり、巻き順を追って様々な事項に説明を加えていたのに、対して本書では説明する事項をいろは順に並べており、辞書形態の注釈書と呼ばれている。源氏物語の辞書形態の注釈書としては、最古のものとされている。南北朝時代の南朝は、北朝に対して政治的、軍事的側面からの優位性を示そうとしただけでなく、正当な行為の継承者にふさわしい文化的な側面からの優位性を示すことにも熱心であって、宮中において、しばしば天皇臨席の下で、歌会や古典の講義を行っている。本書のような実用的な著作が天皇自らの手によって成立したことは、そのような状況を背景にしていたと考えられている。水原章、氏名章、源仲裁秘章の河内方三章と呼ばれる注釈書の内容を中心にして、奥入りなどに見える藤原定家の説を比較し、さらには、後醍醐天皇、後村上天皇の説などを批判統合し、自説も具案として記している。本書の伝本は大きく、行悟本系統、幸雲本系統及び、群書類従本系統とに分かれる。行悟本系統の伝本、幸雲本系統の伝本、群書類従本系統の伝本。ありがとうございます。